それでは今から、ナマコの下処理をしていきます。こういうふうに包丁でこう叩いたら、硬直してだんだんこう、まあ、小さくなるんじゃないんですけども、ちょっと縮みますので、こうした方が、ナマコは扱いやすいです。さっきみたいにダラーンとしているような状態で包丁を入れても、なかなかこれ包丁が入りづらいの で、まずこう口の部分ですね、口の部分の先を落としちゃいます。はい、そしてこちらの方も落とします。こう水が出ていますね。これで、あと こちらの方、今から内臓を取ります。うわ、これもう全部海水ですね。これ内臓です。でこの黄色い部分は卵巣で、これを干したら、まあ、日本料理の珍味中の珍味、この子、干しこの子っていうものになります。非常に高級です。まあ、こう見えてもこのナマコっていうのは高級食材で、中国料理なんかだったらこれは干して金粉っていうような料理、ものになるんですけども、ナマコを干したら、非常に高級な食材になります。でここの硬いくちばしの部分ですね、ここも取っちゃいます。はい、そこまでしたらよーくこの中の部分を洗います。はい、一応こう置いて、それから塩ですね。でここで、塩でまぶして、きれいに汚れを、塩をまぶしてきれいに汚れを洗ってください。で特に外側、やっぱり岩肌なんかにこうついてたりするんで、結構汚れなんかついてますので、こう塩でよく洗ってください。これが、掃除したナマコです。で、家庭、日本の家庭なんかだ、ビストロ家庭なんかでしたら、このままこう刻んで、それから、ポン酢醤油につけてこう食べます。でも硬いんですね、これ非常に。でこれを柔らかくするために、はい、ここに、番茶、これお茶です。お茶をここに用意してます。そのお茶の中に、お茶の中でさっと火を通す、これをちょっと温めて、火を通して、それからここに油麹っていう、まあ、ポン酢醤油ですね、分離はまだこちらの方に載ってます。この油麹の中につけたら、非常に柔らかくなります。はい、そしたらこのナマコ、はい、この番茶の中につけます。はい、そこに、はい、温めてこの鉄球を入れちゃいます。はい、いきます。これ熱したやつです。はい、入れました。はい、このまま30秒から1分ぐらい置いておきます。じゃあこのナマコを、はい、こちらに包丁の中につけます。はい、これで大体12時間そのままにして、置いときます。そしたら非常に柔らかい、茶ぶりナマコができます。
教えるから。ちょっと待って。